はい、皆さんこんにちは。もっちゃんママチャンネルのもっちゃんママです。はい、今日も仕事に行けました。めっちゃね、もう一人で解き放たれて、もう全ダメ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 でした。もうまず道がわかんないし、地図も見れないし、地図の見方もなんかよくわかんないし、うん、もうね、ちょっと地図恐怖症になりそうなぐらい、ちょっと地図見るのもう嫌だなっていう感じですね。自分がどこにいるかわかんない。もう方向音痴じゃないと思ってたんだけど、方向音痴なようです。っていうか地図も読めると思ってたんだけど、地図も全然読めなくて、全然できる女じゃない。もう本当に全然できる女じゃないことにショックは受けてないけど、全然できないからだって。うん、はい、今日ねこれライチティー見かけました。今日ほら前言ってたあのこっちね、こっちリピしました、いちごティーあったので買いました。リピしました。それで横にあったのがこのライチティー。どうしようかな、買おうか悩んだんだけど、ネタにもなるしいいかなと思って買ってみました。ちょっと飲んでみますね。でもねこれね常温なんだよな、まだ。ライチティーっていうよりも塩ひとつまみって書いてあるから、なんかすごい塩の味、ソルティーライチみたいな味。紅茶感はいちごティーもそうだったんだけど、これに関しては紅茶感ないかな。紅茶感がない。なんかソルティーライチの、あるか、紅茶感あるか。ソルティーライチのを薄くして紅茶味にしたみたいな感じ。そうだからソルティーなライチ。でも美味しいです。ただリピするかって言われたら、しないかな。わざわざ買いに行くかって言ったらわざわざ買いに行かないかな。こっちのね、これはね、今日わざわざ買いに行ったよ。途中でドラッグストア寄ってわざわざ買いに行った。それだけやっぱね、こっちは美味しい。だけど、こっちはわざわざ買いに行くかって言ったら、行かないかな。
たまたま隣に置いてあったから買ってみたっていう感じかな。うん。そう。で、仕事の話に戻るんだけど、もうね、なんか勢いでやってる感があるよね。っていうか、もうこれを乗り越えない限りは、仕事にならないから、とりあえず頑張って今を乗り切ろうみたいな感じ？うん。そう。だから、すっごい嫌だよ、もう。わかんないことだらけでもう全部投げ出したい。もう嫌ーってやりたいけど、それをやっちゃうと、結局、もうやめることになっちゃうから、うん。だから、ちょっと今回は、いやーって投げ出す前に、ちょっとできることは、うん、いっぱいいっぱいなんだけどね、今も。うん、なんだけど、もうプチンとこう切れるまでは、やろっかなと思って、うん、そう、まあでもね、新型打つと、まあその不安とかそういうのが出てきたりっていうので、まあお休みする日も出てくるのかもしれないんだけど、とりあえずは行ける日は、もう本当に、もうこれを乗り越えて、乗り越えれば、これを乗り越えればの毎日で、やってこうかなっていう感じですね。うん。だからどっちかっていうと気持ちは今前には向いてます。うん。もう無理、ダメ、やめるっていうのではなくて、とりあえずやってみようっていう感じですね。だから今日も、ちょっと一人で頑張れるところは頑張ってってやってみたんだけど、本当にこればっかりは、慣れるまでが大変。だからもうとりあえず慣れるまでは、頑張っていこうかなって思ってます。はい。そう、ということで仕事はね、そんな感じかな、今日のところは。ね、またわかんないんだけどね。本当に毎回今日も行けましたっていう感じの報告にはなっちゃうと思うんだけど、でも、明日、明後日休みだ。嬉しい。だけど、明日はちょっと、犬の、狂犬病の注射と、あと、フィラリアの検査して、薬をもらってとかしなきゃいけないから、明日はね、ちょっと、朝からバタバタしますね。朝早起きだ。早起きして掃除して。明日リビングも掃除しなきゃいけない日だから、もうめんどくさいな。まあでもしょうがない。掃除をします。はい、ということでね、今日はね、これソルティーライチ、ソルティーライチじゃないや、ライチティー。買ってみて飲んでみたよっていうのと、あとお仕事ちょっと前向きに頑張ろうかなっていう感じの動画でした。はい、今日も動画を見てくれてありがとうございます。本当にいつもいつも本当にありがとうございます。もうコメントもいただけるようになって、本当にコメントも嬉しいコメントだったり、涙流すコメントだったりがあったり、もう本当にもう見てくださって本当に嬉しいです。でもまだまだ多くの人に見てほしいので、ぜひともチャンネル登録、グッドボタン、拡散、もっちゃんママチャンネルっていう
YouTube のチャンネルがあるんだよっていうのをぜひともね、周りの皆さんにお知らせしていただけたらなと思います。はい。どうぞよろしくお願いします。はい、ということで今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いできたらと思います。それでは、バイバイ。